皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、うちの農作業の一つであるもみすりの作業風景になるんですけども、もみすりっていうのはですね、稲を刈って、稲穂からもみをこう脱穀して取った状態の、まあ、こう殻のついた、ものをもみっていうんですけども、それから殻を外すこう作業なんですけれども、まあ、これがですね、大体、うちで行われる、まあ、一番こう大人数で作業をするこの作業の、まあ、今年多分最後だと思うんですけど、まあ、稲作の、まあ、一応締めになる作業ですね。これでもみすりが終わりますと、あとはその食べるときに、都度こう精米してくるっていう感じになるんですけど、まあ、作業の手順はもみすりの機械にまずもみを投入して、でもみすりの機械でまずこう、米ともみをこう分離して、もみは外にこう吹き出して、出しちゃうんですけども、で米をまずベーセン機、まあ、ライスグレーダーという機械に通して、で、まあ、両米と、まあ、くず米をちょっと分別して、両米をこうちゃんと袋に詰めて、で梱包してで、まあ、出荷するものと、まあ、うちで食べるものとこう分けるんですけれども、でこちらがですね、うちの車庫の中になるんですけど、画面向かって左にあるのがもみすりの機械ですね。もみすり機に今袋からもみをこう投入しているところですけれども、そこで、まずもみすりの機械のもみすりの形式が、まあ、いくつかあるみたいなんですけど、まあ大抵はこういう2つのローラーがあって、その間にもみを入れるときにこうすりつぶすような感じで、もみを落とすものと、うちの形式は機械の中にこう回転する風車みたいなのが入っていて、その風車の真ん中からこうもみを入れた時にこう遠心力でこう振り回す感じで、外側の、壁にこうぶつけることで、その衝撃で、もみをこう剥がすっていう機械ですね。でもみからもみを剥がした米が機械から上がって、次の工程のこう横に長い機械があるんですけど、そこがライスグレーダー、まあ、分別機ですね。ここで、それぞれの、まあ、等級というか米の程度によってこう分別されるんですけど、まあ、この機械の、まあ、入ってすぐの場所から要するに米のグレードが低い順ですね。で手前が一番低くて、真ん中がその上、さらに、出口の手前にあるところがさらにいい米で、でこう最後にこう二股になって出てるところがあるんですけど、そこが両米というところですね。片方にこうまずバーッとこう溜めて、そちらがいっぱいになったらこう切り替えて反対側のやつを出して、で一袋、まあ、30キロ入れるんですけど、まあ、30キロをまずその隣の、はかりで測って、で、あとはこう口を縛って梱包すると。それでまあ出荷するなり、まあ、自分家で食べるためのこう貯蓄にするという感じですね。でこれがまあライスグレーダーから米が出てきてるところなんですけど、まあ、今ちょっと画面から切れてますけども、その向こうの方にはかりがあって、そっちで今30キロ近く入ってる袋に今ちょっとずつこう足して、30キロに合わせていこうという作業ですね。でこちらがまあさっき見切れて映ったところですけど、まあ、一応だいたいこんくらいかなと思ったところでこうはかりに上げて、測るんですけど、まあ、それに足りないときは、まあ、後からちょっとずつこう足していく感じですね。で、まあ、この測りの、こう横に、棒が出てて、重りが下がってますけど、この棒が上に上がれば、まあ、30キロ以上になっていると
いうことで、まあ、ちょっと量を調節して、で大体30キロ余りにして、こう天秤が空中にこう浮いたような感じになるので、それで、終わる、計量は終わりですね。はい、でこちらが今日の午後の作業風景なんですけど、まあ、午前中は米の入った袋からもみすり機にこう投入してたんですけど、これはもみを乾燥させる機械から直接こうもみすりの機械にこう投入してる風景ですね。これ今ちょっと機械止まっちゃってるんですけども、まあ、今回ちょっとトラブルが多くて、最初は11月の4日の日曜日にもみすりやる予定だったんですけれども、その時はもみすりを動かす、まあ、エンジンからこう動力を得てるタイプのこのもみすり機なんですけど、その動力を伝えるベルトがちょっと劣化して、このちょっと張力が弱くなっちゃって、こう空回りしちゃって、作業できなかったっていうことで、まあ、今日に伸びたわけですけれども。でまあ、こういった感じで、まあ、3時過ぎぐらいだったんですかね、そのくらいまで、作業をしてもみすりは終わりました。で、まあ、結構重いものを運んだりしたんで、まあ、明日以降結構腰とか腕とかちょっと痛くなる感じかなと思いますね。というわけで、こちら先日動画を上げた、小惑星リュウグウの 3D プリントのやつなんですけど、で、うちにあるプリンターで、最大もう目いっぱい、サイズを大きくしてプリントしたのがこちらですね。先ほどがほぼ直径5センチなんですけど、これがそのほぼ倍ですね、直径、10センチくらいモデルになりますね。こうやっぱりずっしりくる感じがあるんですけど、やっぱこうくらいあると迫力ありますよね。あとはこれに塗装をして、まあ、インテリアとして飾っておきたいと思います。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画から他の動画もよければ見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。